皆さんこんにちは、 YouTube 看護大学のジロです。今回は最速理解ガンマ計算です。ついにやってきました。ガンマ計算は看護師に関わらず全ての医療者がつまずくポイントです。それはなぜかというと計算が難しいからです。今回は最速でガンマ計算を理解することを目標とします。さらにガンマ計算以外にもいろいろな薬で計算式出てきますよね。今回はガンマ計算以外の計算式も解説していきます。このチャンネルでは医療や看護に関する情報を配信しています。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それでは今回のバズレクチャーは最速理解ガンマ計算です。はい、それではガンマ計算についてレクチャーしていきます。まずガンマ計算とは何でしょうか。ガンマ計算は簡単に言うとしっかりと体格を考慮して同じ量行きましょうという考え方ですね。身近な例でいくと40キロの人がハンバーガー1つ食べるのと100キロの人がハンバーガー1個食べるのでは投与カロリーは一緒でも明らかに100キロの人足りてないですよね。同じように40キロの人にノルアドレナリン 1mg 投与するのと100キロの人にノルアドレナリン 1mg 投与するのでは投与ノルアドレナリン量は一緒でも体の受容体の満たされる度合いが違うわけですよ。つまり平等ってなんだっていう話なんですね。実は薬剤は 1mL パワーで投与しましたっていうのは結局体格を考慮してあげないとどのぐらい薬が投与されているかについてはわからないんですね。そこで大事になってくるのがガンマ計算などの体重を考慮した概念です。それではガンマ計算の式を見てみましょう。ガンマ計算の式はガンマイコールマイクログラムパーキログラムパーミニッツとなります。そしてガンマ計算は簡単に計算できる式がありガンマイコール 0.06 かける体重がミリグラムパーアワーという簡単な計算式もあります。これを使うとですね50キロの人だと1ガンマが 0.06 かける50で3ミリグラムパーアワーでいくと1ガンマという計算式があるんですよ。この計算式の成り立ちを1秒見せますね。これ成り立ち知りたいですか。これを知りたい人はおそらくここにたどり着けないと思うんですよね。ただですねガンマイコール 0.06 かける体重がミリグラムパーアワーというのはとても便利なので慣れてきたら活用してみてください。私は今回は多少時間がかかっても絶対に迷わないガンマ計算の方法をお伝えします。投与マイクログラムに対する考えが時折あやふやになっていることが、ほとんど全ての人の迷う原因になってしまっています。ガンマ計算はマイクログラムパーキログラムパーマイジの計算式において投与マイクログラムはイメージとしてはバスケットボールにおいてのバスケットボールのようなもので、いかにこのボールコントロールをしていくかが大事になってきます。プロの選手が目で見ていなくても手元で吸い付くようにバスケットボールが動いているように、ガンマ計算やマイクログラムパーキログラムパーアワーなどの計算の時には投与マイクログラムを見失ってしまうとすぐに答えが出せなくなってしまいます。それはなぜかお伝えします。ガンマ計算はマイクログラムが計算の初めに来ているからなんですね。皆さん最終的に何ミリリットルパーアワーというミリリットルの投与速度が現場で求められているのでミリリットルに執着しがちです。しかしですよミリリットルは薄める静粛の量で変わってしまうんですね。なので皆さんもう一度式を見てください。マイクログラムパーキログラムパーアワーの式のどこにもミリリットル入ってないんですよ。実はみんなが迷う理由はミリリットルっていう悪いやつに騙されてるだけなんですよね。これに気づいたあなたはまず投与マイクログラムに変換してください。それでは実際の計算を一緒にしていきましょう。まず第1問目ですね。50キロの患者に 150mg パー 50mL のドブタミンを3ガンマで投与したいとき、そのドブタミン 150mg 50mL というのはプレフィルドシリンジで頻用される組成です。なので結構標準的な組成なので実践で使いやすいかと思ってこの題材を挙げました。さて皆さんにはまずマイクログラムのボールをつかみに行きましょう。まず最初に考えるべきことは 50kg の3ガンマがどのぐらいのマイクログラムが1分間にいったらいいかです。ガンマイコールマイクログラムパーキログラムパーミニッツなので3マイクログラムパーキログラムパーミニッツを求めるわけですね。これは1分あたり1キロに対して3マイクログラム投与すればいいので50キロの人は50倍必要になります。つまり1分あたり150マイクログラムの投与が必要になってきます。この時点でほとんどもう終わったようなものですね。続きをいきますよ。皆さん薬の流量は1時間あたりで考えているので1分で150マイクログラムということは60倍して9000マイクログラムが1時間で投与すればいいわけです。
9000マイクログラムは9ミリグラムなので、1時間に9ミリグラム投与すればいいわけです。さて、150ミリグラムパー50ミリリットルなので、1ミリリットルあたりドブタミンは3ミリグラム入っているわけですね。ということは、9ミリグラム投与したいので、3ミリグラムの3倍で3ミリリットルパワーを投与してあげれば、ドブタミンは3ガマ投与できることになります。どうですか？覚えましたか？ポイントはマイクログラムを常に追うことですね。ミリリットルは最後にちょっと考えてあげるだけでいいんです。決してミリリットルに騙されないでくださいね。さて、先ほど言ったガンマイコール 0.06 かける体重でもこの問題を解けます。体重は 50kg なので、50kg かける 0.06 で 3mg パワーが1ガンマとわかります。なので3ガンマは 9mg とすぐに解けます。なので慣れてくるとガンマイコール 0.06 かける体重はとても便利です。ですが最初から計算でできるようになることもとても大事です。それでは次の問題はどうでしょうか。 50kg の患者に 50mg パー 50ml のドブタミンを3ガンマで投与したいとき、投与速度は何 ml パワーでしょうか。これは先ほどの問題のドブタミンの濃度が変わったバージョンですね。これは先ほど 3mg パー ml のよくある組成ではなく 1mg パー ml の薄いドブタミンになります。俗に言うウスタミンですね。これ僕以外全然言わないんですけど、濃度の濃いプレセデックスをコイセデックスとか、逆に薄いのを薄セデックスとか言います。独り言のように言ってるんですけど、こうやって考える習慣がつくと、標準の組成が気になってくるのと、いつもの組成と違うから注意しなきゃっていう考えになってくるので、ぜひ皆さんも試してみてください。さて、この問題は体重が変わっていないので、3ガンマは 9mg は変わらないですね。今回は 1ml パー ml に組成が変わっているために 9ml パーアワーの投与が必要になっています。それでは今度は反対から考えてみましょう。 50kg の患者に 150mg パー 50ml のドブタミンが 6ml パーでいっている時のガンマ数はいくつでしょうか。こちらもですね、意外とつまずく人がいます。でもそのつまずく理由はやっぱり ml に騙されているんですね。とにかく ml をすぐマイクログラムに変えることが大事です。まず今何マイクログラム1時間に投与されているんでしょうか。 3mg パー ml のドブタミンが 6ml いっているので、 18mg パーはドブタミンが入っていることになります。ということは1800マイクログラム1時間に投与されていることになります。1分あたりで考えると60分ではあるので、300マイクログラムパーミニッツで投与されていることになります。ここで体重50キロなので、体重で割ってあげると6マイクログラムパーキログラムパーミニッツでいってることになりますね。つまり6ガンマいってることになります。さて、最後の話に移りますが、ガンマは正義かという話をさせていただきます。ガンマ計算っていうのは、ガンマイコールマイクログラムパーキログラムパーミニッツなのですが、このガンマっていう表現方法は日本の慣習的な言い方でもありますし、単位の誤解の原因にもなるので、しっかりとマイクログラムパーキログラムパーミニッツと言いましょうと言われています。またですね、薬剤によってはマイクログラムパーキログラムパーアワーで計算されるようなプレセデックスやヘパリンのようにですね、単位がユニットで表現される薬はユニットパーキログラムパーアワーなどの表現が使われます。このような観点からですね、ガンマイコール 0.06 かける体重っていう式は便利なんですけれど、単位などが変わってくると応用が効かなくなってしまうんですね。ですので私はマイクログラムを常に意識しながら計算していく方法をお勧めしています。はい、ここまでガンマ計算についてレクチャーしてきました。ガンマ計算は投与量の計算ができると、薬剤の効果と患者の状態に関してのアセスメントの幅がとても広がります。ですがやっぱり難しいところがあると思うので、繰り返し動画で見てわからないところはコメントなどいただければと思います。チャンネル登録とグッド評価よろしくお願いします。今回は以上です。ありがとうございました。